はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼッコです。それでは今回なんですけども、PayPay ペ Pickup ペ最大30%還元キャンペーン開始。PayPay j a との併用も使い方や感想はいつものテイクアウトがお得に使えるチャンスということでちょっと長めのタイトルなんですけども、今回は PayPay ペペが新たにサービスを開始した PayPay p i c k についてですね。この動画では PayPay p i c k のキャンペーンの解説と実際のまあ使い方についてお伝えをしていますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう ということで、早速ですね、お伝えしていこうと思うんですけども、まあ、そもそも p a y p a y クアップって何ぞやってなると思うんですけども、事前注文サービスというようなものになっております。で、下にも出てるように、スマートフォンで注文して待たずにお店で受け取りができるというようなサービスですね。まあ、なんかちょっと聞いたことあるような気がすると思うんですけども、まあ、先日僕がですね、こちら、これを使えば並ばずに済みますというタイトルで、 マクドナルドのモバイルオーダーをお伝えしたと思うんですよね。まあ、ほぼほぼそれに近いのかなと思います。まあ、今ね、世の中的にまあ、今、テイクアウトとかモバイルオーダーって結構流行りつつあるようなサービスとなってますので、まあ、PayPay もちょっと前ぐらいからそのサービスを開始したということになっております。で、そのモバイルオーダーも含めて、まあ、おさらいがたら PayPay ピックアップの流れをお伝えします。まずは PayPay のアプリ内で、まあ、飲食店とかでまずは注文すると。で、アプリ内でこの時間に取りに来てくださいみたいなのが出てくるので、それでまあ、来店をすると。 あとは商品の受け取りをして、これで終わりとなります。もう決済自体は PayPay ペイペイのアプリで注文する際に決済がされているので、もうただ本当にお店に行ったら受け取るだけになるので、めちゃくちゃ簡単に使うことができます。で、その p a y p a y クアップですね、今回かなり大きめのキャンペーンを発表しまして、それをちょっとお伝えしようと思うんですが、 今出てるこのテイクアウトの新しい形、当店にて PayPay ペペピックアップをご利用いただくと20%戻ってくるキャンペーンとなっております。で、右下にちょっと小さく出てるんですけども、Yahoo ミ r e m i の方はなんと30%分の還元を受けることができます。で、キャンペーンの期間なんですけども、すでに本日からスタートしていまして、8月の17日の月曜日から9月の30日水曜日までの、まあ、結構長めのキャンペーンとなっております。 まあ、先ほどもね、お伝えしたように、ヤフープレミアム会員の方は30%付与されて、それ以外の方に関しては20%分付与されると、まあ、どちらにしてもこれはめちゃくちゃお得ですよね。で、まず、通常の p a ペ p ペユーザーの方の場合、20%還元の方の場合は、1回の決済の時に500円相当が上限でもらうことができて、で、期間中は5000円相当がもらえます。 で、実際の決済額を下の例として出してます。なので、1回に2500円分の決済をしたら500円の上限に到達しまして、期間中トータルで25000円分決済したら、付与上限の5000円に到達するということになります。で、逆にですね、この30%付与、まあ Yahoo プレミアム会員の方の場合なんですけども、付与上限に関しては同じです。500 1回に500円相当と期間中に5000円相当。で1回の決済の時に1667円決済したら、 ヤフープレミアム会員の方は1回の500円に到達します。で、トータルの期間中に16,667円決済したら、付与上限の5000円に到達するということになっております。まあ、キャンペーンの期間自体はね、かなり長めの、まあ、8月いっぱいではなくて9月まであるので、まあ、かなり余裕を持ってね、まあ、これ、付与上限結構到達するの早くいくんじゃないかなというふうに思います。まあ、使い方によると思いますけどね。で、実際の使えるお店なんですけども、 今出てるようなポスターとかステッカーとかポップがあるところであれば対象のお店となります。一応 PayPay のアプリ内でも探すことができまして PayPay の近くのお店というのはマップの機能があってそこのお得というタブをですねオンにしたら、まあ、ご覧のようなですねワクワクというようなマークが出てくるのでここが今回 PayPay ピックアップの対象店舗ということになっております。 ですけども、この青枠のとこ見ていただくとわかるように。でですね、ちょっとこれ一つ付け加えたいんですけども、利用するお店がですね、今回その p a y p a y クアップに含めて p a y p a y ンボですね、現在開催中なんですけども、それの参加加盟店であった場合なんですが、なんと、この p a y p a y クアップのキャンペーンと p a y p a y ンボそれぞれ参加することができるんですよね。ちょっとこれは僕はびっくりしました。 なので、もしかすると、まあ20、20%から30%分は、ペイペイピックアップとして、まあ、還元をもらうことができる。プラス、もしペイペイジャンボの加盟店であれば、抽選で当たる可能性が出てくるということですね。これ当たったらめちゃくちゃお得ですよね。キャンペーンの解説はここまでとなっております。で、早速ですね、ペイペイピックアップ実際の使い方についてですね、まあ、サクッとお伝えします。まずはですね、ペイペイのアプリを開いていただきましたら、 ここにですね、ピックアップというところがあるので、ここをまずタップしてください。そうすると、PayPay ピックアップの一覧の画面が出てきます。で、ここでざっと流れなんですけども、お店を選択して、商品、頼みたい商品を選択して、で、決済ということですね。で、僕の方でですね、まあ、サクサクっとお店を選んで、で、商品も選んで、一応お会計のとこまで画面が来ました。で、もろもろ確認をした上で一番下まで画面を下がると、注文を確定して支払うというところがあるので、ここをタップします。 そしたら、どこどこの注文を受け付けましたということで、1050円ですね。僕は決済したということになります。で、次の画面に移ると、注文が完了しました、支払いを受け付けましたと出てきまして、ご注文ありがとうございます。受け取り予定時刻が17時28分と出ておりましたので、この時間に取り来てくださいということになっております。 で、実際に商品を受け取った後にですね、まあちょっと僕スクリーンショットするの忘れたんですけども、ここの受け取り番号プラスその受け取り完了のボタンをですね、押していただけたら、これで受け取りも完了ということになります。まあ、僕今回ですね、もちろん PayPayPickup を初めて利用したので、 まあこの受け取り完了とかもよくわからずですね、も、ま、う、あ、そのまま商品をもらってお店の外,外に出たら店員さんが慌てて、あ、すいませんって言われて、受け取りの完了のボタンを押していただけますかって言われて、店員さんもちょっとなんかよくわかってない感じだったので、まあ、そこで完了して、これでなんとか商品を受け取ることができました。ちなみに今回僕が頼んだ商品はこちらのナンのカレーですね。結構美味しかったです。でですね、まあ、ちょっと見ていただきたいのは、ちょっとこちらの決済した後の画面ですけども、こちらですね。 ペイペイボーナスの獲得額ということで367円分ということですね。まずはここのペイペイピックアップの30%分。僕は Y モバイルユーザーなので Yahoo プレミアム会員となっております。なので30%分の315円が付与されると。 そしてなんとですね、ここ見ていただいたらわかるように、当選最大1000%戻ってくるキャンペーン52円ということで、なんと僕ですね、PayPay ペペンボの3等まで当たってるんですよね。なので、まあ、先ほどもちょっとお伝えしたように、まあ20、20%から30%戻ってくるだけでもめちゃくちゃお得なんですけども、それに加えて今回ペ、PayPay ペンボも、 ま、その加盟店、全部が全部参加してるかどうかって僕はちょっとわかんないんですけども、そこの加盟店であれば、なんとこの PayPay j a m には参加することができるので、本当に結構このキャンペーンでお得なんじゃないかなというふうには僕は思っております。で一応ですね、まあ、ちょっとこちらも見ていただきたいんですけども、まあ、PayPay のトップ画面からですね、ここのお得というところをタップしていただいて、そうすると PayPay ペペのですね、お得情報が一覧が出てくる画面があります。 で今回のキャンペーン中でもある p a y p a y クアップ利用で最大30%付与のところですね。ここをタップしたら、まあ、その p a y p a y クアップのキャンペーンの画面が出てきます。ここをチェックしていただきたいんですけども、付与上限額まで残りいくらいくらと出てきます。僕の場合は4,685円ということですね。まあ、先ほどのカレーを頼んで、その分のまあ差額分、5,000円の上限の差額分が今ここに出ているので、 もしですね、あとどれぐらい使ったらどれぐらい付与されるのかっていうのはですね、ここで確認することができますので、ぜひまあ事前にチェックしていただいて、まあ使うのが一番ベストなんじゃないかなと思います。ということで今回ですね、僕が p a y p a y クアップを使った感想なんですけども、まあざっと3つございます。 こんな感じですね。まあ、これあの、モバイルオーダーの時もちょっとお伝えしたと思うんですけども、並ばずに事前決済で簡単ということですね。もう本当に、ま、出先であったとしても、ちょっとバタバタ忙しかったんですけども、なんとかこう、PayPay のアプリでサクサクっと注文して、あとはお店で受け取っただけだったので、本当にこう、かなりの手間が省けたなというふうには思いましたね。なかなかね、今ちょっと外出自粛とか、お店に来店するのが抵抗ある方は、やっぱりこういった方法で決済して、人混みを避けるように、 あとはもうテイクアウトしてお家持って帰るだけなので結構おすすめですね、やっぱり。で、もう一つ思ったのはやっぱり使えるお店が増えると結構嬉しいなというふうに思いました。まだまだこのサービス自体、PayPay ピックアップのサービス自体がちょっと前ぐらいから始まったので、全部が全部のお店が対応しているわけではなかったんですよね。なのでまあこれが増えるとかなりまあ利用するユーザーの方も増えていくんじゃないかなというふうに思いました。けどですね、ちょっと僕がびっくりしたのが、このサービスを開始したときに、まあこの福岡市内の地域でそんなに使えるお店って出てくるのかなと思ってたんですけども、 結構意外とですね、街の小さなお店とか、え、ここ使えるのっていうところがあったりしたので、これはぜひですね、個人個人でぜひ事前にチェックしてみるのもいいんじゃないかなというふうにも思いましたね。そして最後三つ目、PayPay j a との併用は素敵ということなんですけども、まあ、ここは格好書きでも書いている通り、今だけということですね。あの、このキャンペーン期間中だけになるので、しかも PayPay j a に関しては8月いっぱいまでとなってますので、もしですね、まあ、お得に使いたいという方がいらっしゃいましたら、 まあ、ペイペイピックアップの9月までというよりかは、まあ、8月の時にいい感じに使い切るのもいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、そんなこんなで今回は、ペイペイの新サービス、ペイペイピックアップ、そちらのキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。まあ、ここ最近のペイペイの傾向で言うと、まあ、何度もお伝えしたよ。そのペイペイジャンボとかの抽選のキャンペーンがね、結構目立ってたとこではあったんですけども、今回は、 それを加えてプラスアルファでなんとその20%から30%が確実に戻ってくるキャンペーンだったので、まあ、使い方によってはかなりお得なんじゃないかなというふうにも思いました。 なのでね、まあ、これを機に、まだ行ったことないお店であったりとか、もしくは、まあ、よく利用するお店がね、そのテイクアウトに、まあ、対応している、プラス、この p a y p a y クアップに対応していれば、まあ、かなりね、お得に、美味しいご飯がいただけるんじゃないかな、というふうにも思いました。で、今回お伝えしたね、p a y p a y p ッ c k のキャンペーンに関する公式リンク、下の概要欄に貼っていますので、詳細気になる方は、ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 これ、カレーが食べた後に編集してるので、今めちゃくちゃ眠たいです。